ドッカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さあ今日はね、いろいろちょっと発表があって、私もどういう状況なのかなって、スタジアムのことね、いろんな発表がありましたけれども、まあちょっと長い文章だったんで、どういうことかなって今読み解いている状況ではありますが、皆さんはね、どんな印象を持ったんでしょうか。その話もまあね、今日発表になってるんで、このスポーツプラスで取り上げないわけにはいかないなとは思っているんですが、まず状況を確認したいところですよね。さあではですね、まずは今日お届けするインタビューですけれども、前節のヒーローのインタビューをお届けしたいと思います。前節アウェイだったんですが、AC 長野パルセイロとの戦い、2対1で鹿児島勝ちました。その2対1の2点目、決勝点を決めたのが木村雄二選手のスーパーゴールでした。そのゴールについても聞いてみましょう。木村雄二選手インタビューをお届けします。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム。今日は前節長野戦勝ち越しのスーパーゴールを決めましたヒーローに来てもらいました。自己紹介お願いします。ミッドフィルダー30番の木村雄二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ちょっと長野からの移動直後でお話を伺っていて、お疲れじゃないですか、大丈夫ですか。そうですね、結構長野は移動は結構大変な場所ですけど、まあ勝って帰れてこれたんでですね。はい、ですね、よかったです。今日は早速トレーニングがあって、皆さんの表情を見ていたら、やっぱり勝利の後すごくいい表情でトレーニング励んでますね。そうですね、やっぱり勝つことによって雰囲気も良くなりますし、みんな前向きにトレーニングできてたのかなと思います。はい、さあその前節振り返っていきたいと思います。明治安田生命 J3 リーグ第14節 AC 長野パルセイロ戦、2対1で勝ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね、3試合ぶりの勝利でしたけれども、いかがでしたか試合。そうですね、ここ2戦点が取れてなかったので、まあそういう意味でもしっかり点取って、しかも勝つっていうのはチームとして目指してたところなので、まあそれができてよかったかなと思います。本当にいい形で先制ができて、まあちょっと同点されてしまったんですが、はい、その後木村選手の後半終了間際のスーパーゴールでしたね。そうですね、まあ我ながらいいキックができたかなと思います。はい、叫びました。すごい。あれちょっと振り返っていただいていいですか、あのシーン。そうですね、まあ匠のシュートのブロックが、はい、そのまま僕のところに来て、まあコータもちょっと開けてくれて、まあもう時間も少なかったんで、はい、打っちゃおうと思って、そしたら綺麗に当てれたので、まあ、うまくいいコースに飛んでくれたんで良かったなと思います。結構距離ありましたよ。なんかやってる感覚ではそこまで距離ないなと思ったんですけど、はあ、映像を見てみたら結構遠かったんで、うん、自分でもびっくりしました。あれ、はい、見えてたんですかコース。コースは、うん、まあそうっすね、でも多分あそこしかなかったんで良かったです。はい、いや本当に感動しました。あの強化のアキラさんに、はい、いやちょっと出しちゃいましたねみたいな話をしたら、まだ出すなって言ったんですけどねみたいな話をまだ持ってますからねって言ってましたよ。はい、大丈夫です。ユージさんは、はい、問題ないです。これからまだまだ楽しみなところですが、はい、あのゴールが決まった後はサポーターに駆け寄っていきましたけど、あれはもう決めてたんですか。いや決めてるわけじゃないですけど、うん、まあ打った流れでというか、そのまま自分も前向きだったん で、うん、でそのままサポーターの方々見えたんで、みんなで喜びたいなと思って、はい、行きました。どうでしたか、サポーターからすごい歓迎されてましたけど。そうですね、まあベンチのメンバーもみんな来てくれて喜べたんで良かったかなと思います。まああとはちょっと疲れたんで少し休みたいなと思ってそれもありました。いいパワーをもらいましたねあの時間で。そうですね、はい。そうですよね、その後アディショナルタイムも結構長い中でしっかり守りましたね。はい、
そうですね、まあ、守ったのもそうですし、はい、交代で入ったフランクとか翔太も前線で体張ってボールキープしてくれましたし、はい、チームでしっかり勝ち取った勝利だと思うんで、まあ、また次も勝てるようにしっかりやっていきたいなと思います。次節はホームゲームになります。明治安田生命 J3 リーグ第15節ダイナーレ鳥取との対戦です。6月24日土曜日19時キックオフ。さあこのダイナーレ戦ですが、どんな試合を見せたいですか？そうですね、まあしっかり勝つってことは最低条件だと思いますし、まあ、前回のホーム負けてしまったので、まあ、そういう意味でも、しっかりホームで勝てるように、またサポーターの皆さんに喜んでもらえるようにしっかりやっていきたいなと思います。あの前節の勝利でこう掴んだものみたいな何かありますか？チームとして掴んだものというよりかは、まあ、その前の試合とかもチャンスが結構あった中で点入んなかったりだとか、うん、まあ、継続している部分が多いので、まあ、そういう意味では今回結果も出て、まあ、出ましたけど、はい、まあ、まだまだしっかり継続してなおかつその精度だったり、っていうのを上げていきながらもっと高いものを目指してやっていきたいなと思います。改めて点が入るといいですね。そうですね盛り上がりますね。もっと点取れると思うんで、はい、みんなで取っていきたいなと思います。はい、期待しています。ところで髪の毛の色ちょっと変えましたね。そうですね、もういいかなと。いいかな明るい人も多いんで多くなりましたよね。そうですね、なんかいつの間にか金髪多いんで、はい、僕のボランチの相方もイメチェンしてたんで、はい、中原選手がちょっとかなり明るくなって。そうですね、多分初めてやったんじゃないですかね。ですよね、すごい新鮮ですよね。そうですね、なんか似合ってきましたよね。いや、なんかちょっと慣れてきました。やっと見慣れてきましたよね、はい、じゃあ逆にちょっと暗めに。これブルーなんですよね。なんか最初はそうだったんですけど、はい、もう取れてきちゃってもうよくわかんないですけど、よくわかんない、はあ、暗めになんかシックな大人の男性って感じですよ。まあまあそうですね、出ちゃってますね、うん、はい、出ちゃうのかな。出ちゃってるな。さあではサポーターの皆さん、ラジオ聴きの皆さんに最後にメッセージをいただけますか？そうですね、本当にいつも応援ありがとうございます。本当に心強いですし、これからも応援してほしいなと思いますし、またみんなで戦って、J3 優勝、J2 昇格っていうのは目標にやっていくので、また応援よろしくお願いします。今15節の段階で2位ですが、まだその順位的なものはそこまで気にしてないですか？そうですね、まあ昨年も割と上の方にいて、結局終わってみて3位だったので、うん、まあ、そこまでは意識してないですね、はい、積み上げだと思うので、はい、そこもしっかり一試合一試合大事にしながらやっていきたいなと思います。まずは次のホームゲームまた乾杯しましょう。そうですね、はい、みんなで乾杯できるようにやっていきたいなと思います。ではユナイテッドリクエストよなりくです。今日はアーティストはやっぱりあれですか？あのアーティストですか？ケツメイシですね、やっぱり。ケツメイシですね、ケツメイシっぽいわユージさん、なんかユージさん、その好きな一曲を曲紹介お願いします。はい、長野戦は、まあ、僕も点取りましたけど純喜も点取ったので、はい、まあ、30代がちょっと活躍したということで、ケツメイシの味噌汁ボンバヤで最高です、はい、味噌汁頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、前節のヒーロー木村裕二選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。